灯籠は東アジアの伝統的な照明器具の一種。中国、朝鮮半島、ベトナム、日本などに分布する。明かりを旧字体で明かり、かごを異体字でかごと表記する場合もある。本項では固有名詞以外は灯籠の表記で統一する。元は文字通り灯籠であり、明かりの火が風などで消えないように木枠と紙などで囲いをしたものである。木枠で小型のものは神棚などで用いられる。また、寺院の庭園など屋外には、堅牢な石灯籠や金属灯籠が設けられる。吊り下型の吊り下灯籠もある。灯籠は、仏教の伝来とともに渡来し、寺院建設が盛んになった奈良時代から多く作られるようになり、多くは僧侶が用いたとされる。平安時代に至ると神社の剣灯としても用いられるようになる。その皇室内で用いるものは行燈、折りたたみ式で携帯も可能なものは提灯と分化した。灯籠といった場合、神社、寺院や旧街道などに多く存在する屋外の固定式を指すことが多い。また仏具としての室内用の灯籠や祭礼用などで移動可能なものもある。近代以前は港に設置され、灯台としても使用された。光源としては油やろうそくが用いられた。現代では電気やプロパンガスによるものもある。日本庭園における石灯籠のように実用ではなく、装飾目的になっているものもある。灯籠はもともと仏像に正常な明かりを献じるために、仏堂などの前面に配置された。古代寺院においては、伽藍の中軸線上に一基置かれるのが通例だった。そのため、左右非対称の伽藍には、灯籠の移行は見られず、中軸線が確認できる伽藍においてのみ、確認されている。これは、平安末から中世における、浄土寺院においても同様である。神社では、神前の宮かし用、剣灯用に灯籠が用いられる。また、庭上用、社頭装飾用等にも使用される。なお、神社での灯籠の種類は、木灯籠、金灯籠、石灯籠、吊り灯籠、剣灯籠等に分類される。ところで、神葬祭や夜間の神事では、影灯を使用する。これは、影灯籠とも言う。鴻上、昇進、千座の儀など、灯火を消して行う祈安中の神事に、明かりを隠して、かすかに一方だけを照らすためのもの。影灯は、ヒノキ薄板製で長方形の箱状で正面には、長方形の小穴があり、明かり取りとし、中でろうそくを灯す。日本には、飛鳥時代に仏教が伝来したのと同時に灯籠が伝来した。初期はその多くが、剣灯と呼ばれ、社寺に設置されていたが庭園文化の発達とともに、園内に鑑賞目的で、石灯籠が設置されるようになった。石室は、花崗岩が主流で、その中でも、御影石は、石灯籠の中で最も多い。上からの各部の名称、小堀遠州の意匠によるもので、笠が特徴的で、小堀家の家紋である、七宝門の彫りのあるものもある。京都、高瀬川二条園にある東屋風灯籠が日本国内に現存する石灯籠で最も大きいとされる。高さは13メートル。紙製の灯籠に紙灯籠がある。和紙と糊だけで作られた灯籠に熊本県山鹿市の山鹿灯籠がある。竹製の灯籠を竹灯籠という。ガーデニング、インテリア、イベントや街路のライトアップに用いられる。ありがとうございます。